さあ、皆さんこんばんは、ハルケです。今回はアルティメットバースデーアイコン、ハジを使っていきたいなと思います。スキル5、逆足5の選手になってます。5-5になったハジという風なことと、能力もね、すごく高くなってますね。ペースは90まで行きまして、シュートもね、うまくって、パスも出せて、ドリブルも軽いと。で、ちょっとね、守備能力も高くなっていて、で CM とかね任せれる選手にはなりましたね。でスタミナも95あるっていうのはいいところです。でまたプレイスタイルに関してはプラスで高精度のシュートのプラスだったりとか、あとはセッターのプラスがついているという風なことになってます。あとはテクニカルだったりとかね、パス面もついているという風な感じになってますね。で今回ケミソリスタイルは剣闘士をつけて、使っていきたいなという風に思います。でそれでは試合に行きましょう。はい、当たりましたんで、いきます。アルティメットバースデーアイコンの恥ということで、まあ、かなり能力もね、高くなりまして、本当になんかバランスいい中盤の選手になりましたね。結構期待をしてます。で、今回は4-3-2-1のLCM で、いきます。 3CM の一角ですね。多分 3CM の一角がね一番いいんじゃないかというふうに思って剣闘士を今回つけました。気持ち悪いケミスリースタイル初めてつけました。この作何剣闘士ってシュートと、守備が上がるやつですね。シュートと守備、あこれです。ハジナイス、いいよ。ドリブルはね全然軽いですね。あ、取れる。惜しい。あとは、今週のプラスを一応持ってますし、かつロングシュート値だったりとか、カーブ値、なんか高いんで、今週打っていきたいね。いいよ。一応左利きなんですけど、逆足5なんで、まあ右足でもいいかなと思って、今回、LCM か。にしてます。まあちょっと攻撃的な中盤 3CM の一角が一番向いてるとは思いますね。惜しいよ。まあ普通の単純なシュートもうまいんで、今週だけではないというふうな感じになってます。あんま入らへんぞ。でも今週のプラスついてるけど今のところあんまいいとこ行ってないですね。なんか普通にキャッチされてます。普通に止められてる。いいよ。あとは守備も、できるんで CM 普通に任せても、あの 3CM の一角で 2CM はねちょっと厳しそうな感じはしますけどね。なんかあんまりちょっとデカめじゃないから、足の伸びみたいなのがね自分的には欲しいんで中盤ってなると、まあやっぱり 3CM の一角かなというふうに思います。フォーデンいるやん。フォーデンってまさかあのフォーデンか。バースデーか。さあリザラズ、レジェリンが簡単に行かれました。コマナイス、 OK、 いいよ。パジパス割る。ナイスナイスナイス。取れる、勝て。オッケーオッケー、いいよ。いいよ。オッケー。ちなみにもう、ちなみに頑張ってもらうしかないな。中盤の守備はもう今回この試合はエウゼビオがやってますからね。ツーシームの一角を。オッケー、ナイス。さあ行こう。いいね、いいね。ハジもう一回来い。ああ、惜しい。ちょっと間違えた今週のボタンを。おお、すごいとこ通してくるね。
理不尽なね、やっぱ今週みたいですね。クラスついてるし、ロングシュート時川口あるから、あ、来た、これ普通に行こうか、普通にファーにズドン、わーおー、いいねー、シュートいいねー。まあ冷静さも高いし、ロングシュート時も高いし、シュート力もあるし、でまあ攻撃的中盤の中でも、うん、非常にシュートはうまいと。あとは遣唐使、まあ遣唐使のおかげかわからないですけど、決定力はなんかプラス多分15ぐらい下げてるんじゃない、めっちゃ高くなってるんじゃない、異常に決定力だけ上がります、遣唐使。ナイスナイスナイス。だ抜け出したらもう全然自信持ってシュートは打っていっていいですね。あとはだから長距離の今週が、わあ誰、フォーデン、先に相手のフォーデンに今週決められたな、え、多分今週やったよね、今週っぽかったよね。負けんな、ハジも、ハジも負けないで、 OK。 ああいう今週見せたいね、やっぱりハジも、ああいう今週ちょっと見せようよ、頼むよ。あ、でもなあ惜しい、ナイス。ロルフォが強い、あ、それ取ってほしい、取ってほしいね。うちのロルフォはちょっとこの試合微妙ですね。ゼビオが、うん、まあしゃあないしゃあない、めっちゃ狙ってくるな今週フォーデンで。これフォーデン対ハジの今週対決になってもとるな、祝福的には。全然取らへんのフィジカルで。 OKOK、 キーパー、危な危ない危ない、完全これフォーデン対ハジのなってますね今週対決に。頼むよハジ、まあ、ドリブル全然、うん、持てますね、軽いですね普通に、上げてなくても十分いいね。ハジハジ、あ、行こう行こう、ハジ OK。 もうここまで来たら自信持って TF もいらないぐらいですね、全然決まる、全然決まる、これだけフリーで、あんだけ抜け出したらもう余裕ですよ、ハジやったら、ハジやったら余裕、いいよ、ちょめいさん、ロルフォ強、ロルフォ強すぎ、最強やん、いいよ、あ、ナイス、ハジナイス、え、今のこそ何にも押せないけどね、考えられへん、見ました、今の見ました、今のこれはありえない映像でしょ、今の完全にもうあかんでしょ、完全に今のは、ハジがね勝手に取ってくれたのをファールって仕組まれてますよ、今のは怖いぞ、ほんまに今のか、いやー中入ってもうたか、インターセプト、オッケーオッケーオッケー、オッケー、いいよ、ハジ行こう、あ、パスうまいよ、うわー当選か、相手のロルフはなかなか強いな、おお、オッケー、いいよ、ハジハジ、ロルフォが強いな相手の、あ、あ、当たる、いや惜しいな、まあ、フィジカルはちょろっとあるぐらいなんでむっちゃ強いわけではないです、普通に負けるときは負けてます、
ただ耐える時もあります。ナイス、きたきた、ハジお耐える耐える、ナイスナイス、あ出た、ナイスです、いいよいいよ、ナイスよ、ちょっと耐える時もあるよ。ただまあ相手の選手次第になってんのかな、ちょっとフィジカル強めな選手やったら厳しいかもしれないですね。 OK ナイス、まあ、結構いいよ、あの使いやすくて、ハジエグゼビオやばいね、危ないね、こんなところでエグゼビオ使うやつおらんやろ、もう終わった終わった武器ハジ出せるか、なあ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 、あナイス、いいよいいよ、オッケー、よく頑張った、ハジがハジがもう大変だ、オッケーオッケー、ナイスナイスナイス、きたハジ、おー入りそう、惜しい、入りそうやったな今。あとこういうセットプレー、あタイム取られたけど、セットプレーも任せれます、セッターのプラスがついてるんでね、高精度いいよ、あまあいいか、いやまあいいか、エユゼ変えるちょっとエユゼ変える、エユゼ変えましょうか、デイビス、あ、オグベね。あ、で、LCM にしましょうか。で、左足での今週も、ちょっと、見せていければって思います。フォーデンは多分右で決めてきたよね。逆足で決めてきたもんな。で、パジね。これめっちゃうまいから、ほら、めっちゃうまい。めっちゃうまい。全部見える。どこ蹴るか全部見えるもんな。あっ、あただコーナーが下です。いいよ。おお。あ、やばい。いいよ。ナイス、端、頑張れ。あ、ナイス。ちなみに。ハジ。いいね、逆足後、オッケーナイス、ブキャナンさん惜しいよ、うわーそれ、あ取れそう、ナイス、カジ上がってこい、上がってる上がってる、あ出た出たか、いいよ、フリドリノ・ロポ、ジャオ・フェリックス、 OKOK いいよ、ボール still pushing forward in search of the equalizer、 頼むよ、あヴェルナー、ヴェルナー怖いよ、ロポ、ロポナイス、チャーミンさんナイス、守備力高いね、あーフィットイーズリーヒア、 OKナイス、言うて 80? 時間ないまさか、来た、うわちょっとなんであんなんなってんの、なんで打って止まったんや彼は、わーなんか恥 LCM の方がやりやすそうやな、なんかそんないい動きしてへん気するぞ、LCM だってから言うて時間ない、ナイス、ハジ、あいいねいいね、守備ナイス、守備力ちょっとありますから、いやもうなんかちょっとハジさんあんま良くないな、 LCM 動きがよ、なんかそこ受けれへんぞっていうところにいるんですけどね、もしかすると、うん、LCM の方がいいかもしれないですね、RCM より。RCM なんかね、
どこ行ったらええのみたいな感じになってますよ。これラストかな。オーケー、ジジ、カイさんのクリア。いいよ、全然全然ええんちゃうかなっていうふうには思います。ハジさん、まあドリブルは特に上げなくても軽かったし、まあ持ちやすいですね。でやっぱり55はでかいなっていうふうには思います。でシュートもかなりうまいです。うん、今週はねちょっとプラスでねいいところを見せれてなかったんですけど、ただまあ一応遠目からの今週もまあ打っていってもいいんちゃうかなというふうには、うん、思いますね。まあ2列目だったりとか、あとは3シムの一角をしっかり任せれる、そんな選手にはなってますし、ペースもねもともと90、うん、あるんで、特に上げなくても別にいいかなっていうふうな感じではありますね。かなりまあ50万ぐらいで作れるんだったら、うん、全然ありかなっていうふうには思います。ただまあ CM やっぱりちょっと競合揃いにはなってますんで、まあそこで素材があって、まあ素材に余裕があって新しい CM の選手だったりとか、うん、が欲しいっていう方は作ってみてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。全然強い選手にはなってますね。それでは今回これで終わります。いいなとったらチャンネル登録、高評価お願いします。それではバイバイ。